チョコレートのお菓子バレンタインチョコレートブレッド。教えてくれるのはパティシエールの渡辺さん。溶かしたチョコレートをペーパーコルネに入れます。ペーパーコルネの切り口は小さい方が綺麗な模様ができるよ。キッチンペーパーを敷けばできたチョコが剥がしやすくなるよ。コルネでいろんな模様やメッセージを書いてみよう。はい、できました。これでバレンタインもバッチリ。